坂本悟一人の時間。皆さんこんばんは、坂本悟です。4月2日月曜日夕方6時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。先日3月25日、伊藤洋平と一緒にですね、気仙沼の海の市でメカフェスというイベントでね、ライブやらせてもらいましたけども、来ていただいた皆さんありがとうございました。まあものすごい盛り上がりましたね。行ってよかったなと思いました。ありがとうございました。さあ今夜の一人の時間はですね、この番組始まって以来最年少のゲストを迎えて、インタビューした模様をこの後お送りしたいと思います。まあ、僕がプロデュースをやらせてもらってますパクスプエラという5人組の中からですね、リーダーのゆりかとそれからひなの2人が来てくれています。そのインタビューの模様をたっぷりとお届けします。坂本悟一人の時間。この番組は戦乱早々に15店舗フレスコ菊池の提供でお送りします。宮城福島に15店舗食品スーパーフレスコ菊池は月曜火曜33円55円88円などゾロ目市開催中。また10日20日30日はふれあい感謝デー開催。お買い得商品はもちろんポイント3倍。お待ちしています。坂本悟一人の時間。それでは1曲聴いてもらいましょう。この間出たばっかりのね、はい、ニューシングルですけど2人から紹介してもらいます。どうぞ。はい、それでは聴いてください。小さなこの手で。
私たちパクスペーラです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでラジオ出た時もちゃんとやってんの、他の番組。はい、やってます。はい、改めて、今夜のゲストパクスポエラーから、まあ、本来5人組ですけどもね、はい、中から、ゆりかとひなが来てくれました。ゆりかは何歳ですか？15歳です。15歳、はい、高校1年生ね。はい、高1になります。はい、でひなが14歳です。14歳で、今度高中3になるのね、はい、で2人は、仙台というか宮城県在住、はい、そうです。仙台、私、ゆりは仙台です。ゆりかは仙台で、ひなは言っちゃいけないな。あ、言っちゃいけない。いや、言わなくていい。仙台以外の宮城県なのね。はい。そうですね。はい。パクスプエラーはですね、5人組の女の子たちのグループで、2016年に ABEX から、まあ、メジャーデビューしてね。はい。で、今までにこの間の新しいシングルも入れて、4枚のシングルを出してると。はい、いうことなんですけど、まず2人はさ、普段学校行ってるわけでしょ、はい、で別にあの東京の堀越学園みたいな芸能人がいっぱいいる学校でもないじゃない、はい、その学校行ってるでしょ、はい、それどうしてんの？みんな友達は知ってるんでしょ？知ってます。はい、知ってます。でどうしてんの？サインくださいとか来んの？あ、なんか私卒業式の、あ、ゆりかです今、はい、ゆりかです。はい、ゆりかは卒業式の卒アルのみんなのメッセージ書く、はい、みんなのメッセージ書くとこにみんなからゆりかちゃんサインお願いってもいっぱい頼まれました。へえ。だから、あ、あのみんなでこう、はい、あとそれぞれこうなんつうのあれ寄せ書きみたいに書くところ、はいはい、白紙のとこに。普段は全然みんなもう気にしないの？はい、知ってるけど。男の子もいるでしょ？はい、うん、知ってるけど全然なんか。どうなんだ、どう、なんかみんな応援してくれるんですよね、すごく。あ、そう。はい。え、ライブとかも来てくれるの？ライブはなんか、うん、こうリリーベとか、リリースイベントです。リリースイベントとかあのこう卒アルとかリリーベとか。すいません。大丈夫だよ。なんかあのこうすごい学校の近くっていうか、うん、家の近くとかでやるときにみんななんかツイッターとかで、うん、夜ツイッターとかも見てくれてるので。うん、それで調べてたまに見に来てくれた時もあります。へえ、はい。ひなは？ひなはよく筆箱とかにサイン書いてって言われたり、うん、言われるの学校で？はい。そのなんていうの、例えば音楽の授業とかの時に、はい、あなたたちは CD も出してるんだからとか言って歌わされたりしないの？あ、なんか、うん、あのひな学校で歌うのとかちょっと恥ずかしくて、うん、いい子してるな。でもなんかみんなにはひな歌うまいんだから堂々と歌えるでしょ。はい、でもね、やっぱりその最初に始まった時ってまだ、そこそ一番下のミユが小学校5年生とかで、はい、それでゆりかも中1とか中2か、はいはい、だから本当に子供ってだったし、子供の声だし、はい、で骨格も子供だから動きがもうやっぱりなんていうの、はい、ね、子供っぽいじゃない、はいはい、だけど本当この2年ぐらいでミユなんか背10センチぐらい伸びたし、ゆりかが一番ちっちゃくなっちゃったもんね。一番小さくなりました。本当にもう伸びないんですよ。はい、だから本当に。でもひななんか俺実は前何回も俺ひなに言ってるけど、はい、歌がめちゃくちゃ上手くなったんだよね。うん、こういう風になんかぼーっとした声だけど、本当に歌った時の声が、うん、あの素晴らしいなと思うね。ゆりかゆりかでも男の人ぐらいの低さだし、はいはい、これはこれですごい下のねハモリを担当していて、はいはい、それもすごく魅力だし。ありがとうございます、ね。はい、そうね、学校ではあんまりじゃあみんななんていうのかな、例えばいじめられちゃったりとか、お前アイドルだよ、うまく言ってみろよみたいなことじゃないんだ。はい、ないです。そうなんだ、はい、いいね、はい、学校にアイドルがいるっていう状況俺は経験したことがないから。はい、じゃあちょっとここでね曲を聴いてもらいましょうかね。
今一番好きな曲、今までパクスプエラで10曲、まあ、俺作らせてもらいましたけど、その中で一番好きな曲は、さっきかけた曲が一番好きなんでしょ今。あ、そうです、小さなこの手入れが一番大好き、今一番好き、はい、じゃあそれをかけたので、じゃあそれ以外でまずゆりかが好きな曲をここでかけましょう。はい、はい、紹介してください。それでは聴いてください。 DDDD させてもらってますパクスプエラから、ユリカとヒナが来てくれてますけども、はい、2人はこれから何になりたいんですか。その、まあ、今アイドルっていうことでね、はい、まあ、歌とダンスがメインじゃない、はい、将来的には、うん、それでもいいんだよ、その、かわいいお嫁さんになりたいでもいいし、はい、あのお医者さんになりたいですとかでもいいし、はい、なんか夢、私は、うん、じゃあゆりかね、はい、はい、ゆりかは、もうこういう芸能活動もうやめたら、うん、お寿司屋さんに働きたいなと思っていますあの、え、やめたいの？え、違います、違います、やめたくはない、やめたくないです、もうちゃんと続けます、うんうん、続けていったとしてよ、はい、でもじゃあその芸能の中では、はい、この世界では何になりたいかってことだ、あのミュージカルとか挑戦したいです。歌って、はい、低い声で歌う、はい、あ、そうなんだ、はい、
じゃあ例えば女優さんとかそう、あ、まあでもミュージカルって女優さんでもあるもんね。はい。あ、じゃあそっちに行きたいのね。はい。うん、ひなは？ひなは雑誌とかのモデルさんになったり、うん、あと演技もしてみたいなって。あ、そう。はい。じゃあ、まあ、いわゆるタレントだ。はい。役者もやって、で、モデルにもなって、で、歌はどうするの？あ、歌もたまに歌いたい。嫌なの？パクスブレ。歌歌うの好きなんですけど、なんかたまに恥ずかしくなってる。歌うの恥ずかしいのか。はい、なるほど。そんな歌うの恥ずかしかったら演技とか、そっちの方がもっと難しいよね。はい、どうすんのだって、なんか言ったことないようなセリフ言わなきゃないんだよ。あ、みんなの前で。はい。その時は頑張ります。うん、うわ助けてとか言える？大きい声で。あ、でもあの、うん、家事とかの訓練で何回か言ったことある。あ、逃げ遅れた人の役を。どういうふうにやるの？ちょっとやってみて。どういうふうにやるの？今ですか？今やってみて。家事だあ、できんだそんな。カジャー大変だってやったんだ、はいはい、あ、そう、あ、意外なとこ見えた今ね。あ、面白いな。面白い。はい、じゃあこの世界からまあ足洗うじゃないけど、はい、辞めちゃったとしたら、はい、あのこの仕事以外、芸能活動以外の仕事をもしやれるとしたら、ゆりかはお寿司屋さん。お寿司屋さんです。で、ひなは？ひなは今アイドルなんですけど。ああ自分で言ったね、今アイドルなんですけど、あの逆の立場っていうか、あの、うん、スタッフさんみたいなのになってみたくて、へ、アイドルをのヘアメイクとか、うん、そういう MV 撮影とかの時とかに綺麗、うんね、うん、にしてあげたいなって思ったりして。へ、それ今やってあげればいいじゃない、他のメンバーは。いや、まだ全然メイクとかも下手なのででもそれは両立できるかもよ、はい、ね、今のやりながらは勉強もして、ちょ、お寿司屋さんはちょっと難しい、ね、うん、へえ、そうか。まあまだ2人14歳15歳でさ、はい、でこれから未来なんかどうなるか、世の中がどう変わっていくかも分かんないしね、はい、で2人の気持ちもどう変わっていくか分かんないから、はい、やりたいなと思ったこと全部やっていいと思う。はいはい、お寿司の勉強もしていいと思うし、はい、で世界初の本当にあの歌って踊れるお寿司屋さんになれるかもしれないしね。で、ひなはみんなのことをメイクしてあげて自分も出るっていう両方やれるかもしれないし、はい、はい、面白いな。やっぱり本当に自分たちの才能にさえ気づいてないもんね、2人はね、はい、だからこれからどんどんますます綺麗にもなるし、いろんな自分ができることにも気づくだろうしさ、たったこの2年で、まあ俺はごく一部でね携わらせてもらってるだけで、あのみんなの全てをもちろん知ってるわけじゃないけど、だけど俺が知ってるだけでもどん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 こうみるみる成長していってるわけだから、こっからもすごいと思うよ。はい、ぜひ楽しんで、はい、あのいい大人に、はい、いい女に、ね、はい、なってくださいね、はいはいはい、じゃあ最後にさ、こんな曲を作ってほしいっていう話をちょっと今日は要望曲、はい、うん、はい、具体的にあの誰々の何々みたいな曲でもいいし、はい、うん、じゃあ一人ずつ。ゆりかは、うん、でもさよならのようにヒットする曲あ、ドロシリドロハッピーの、はい、でもさよならのようにヒットする曲、はい、待ってあれだって別にヒット、まあそれで言うとヒットさせない、ヒットしないような曲を書こうと思って書いてるわけじゃもちろんなくて、はい、ヒットする曲を書こうと思って毎回ね書いてるんだけど、はい、まあ、あれがたまたまああいう形でこう広がっていったから、はい、ヒット曲ね、はい、ヒット曲を書いてほしい。でも多分小さなこの手で、うん、まあもうヒットするしそう、もうそんな気がします。あ、本当、はい、嬉しいね。はい、じゃあひなと、ひなは、うん、弾けた感じのキャピキャピした、うん、
ほうがいい。もう恥ずかしいくせにそういうことはやりたいんだ。はい。あ、そう。そういう曲歌ってみたいです。キャピキャピっていうのはどういう、例えば誰かの何かドルシーリトルハッピーさんの声を走り出したとか、うん、あー、あれどういう曲を走り出した、君に恋していたんだ、あー、あれか、はい、お客さんがフッフッって、はい、あれのがいいんだ。でもなんかパクスのファンさんってあんまり、うんうん、やんない、盛り上がん、あ、盛り上がん、超盛り上がってたのよこの映画、うん、あのなんかこうおいおいみたいな感じの、それそういうのなんてコールっていうの、コールとか、はい、まあ、やらない、やるんですけど、うん、他のアイドルさんに比べたら、あ、礼儀正しい、礼儀正しい、あ、それでもすごい、やっぱりそれは品があるからだよ、はい、みんなに、だからそこをなんか下品にしちゃダメだと思って、はい、あ、じゃあちょっと下品な曲がやりたいってことかな、ひな、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない、はい、もっとこう弾けた、あの。キャピキャピした曲。一曲だけあると、うん、なんかいいかなって思ったり。わかりました。はい、作るのか誰かに頼もう。はい、わかりました。まだまだね、ちょっとお話聞きたいところですけど、また遊びに来て。はい。うん、ここでやってますから、いつも。はい。2週間に一遍収録してますからね。はい。はい、ということで、今日は、パクスプエラーからリーダーのゆりかとひなが来てくれました。じゃ最後に。じゃあひなが一番好きな曲、はい、じゃあ紹介してください。はい、それでは聴いてください。青青青。
送りしてまいりました。今夜の坂本悟一人の時間いかがだったでしょうか。今日はパクスプエラ5人組の女の子たちの中から、代表で2人代表できたの代表というかみんな用事があってみんな用事それ言わなくていい用事があってって言わなくていいからはいって言えば、はい、代表できたのはいって言う代表でそうでしょ、はい、用事があって寂しいよね振られたみたいだもんねみんなはい、これラジオだからねちゃんとした、はい、ちゃんとした番組なんだよ、はい、こんなちっちゃい機械で撮ってるけどはい、はいじゃあ最後にじゃあみんなちょっとラジオ聞いてる皆さんに一言ずつっていうゆりかからはい、はい、3月の18日に新曲「小さなこの手で」が出たんですけども、うん、本当にたくさんの方に聴いていただきたいので皆さんぜひ CD 手に取っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ひなは？はい、ひなもゆりかちゃんと同じ感じなんですけど小さなこの手では本当にすごいいい曲で、うん、みんなで楽しめる、うん、本当に盛り上がれる曲になってるので、うん、いっぱい聴いてほしいです。はい、わかりました。じゃあ最後あれじゃない、ひながさっきのあの、はい、カシターっていうトーンで、はい、なんだ、番組、終わりだって言う今日の番組はい、はい、じゃあお願いします。今日の番組終わりだはい、また来週お会いしましょう。ありがとうございます。お相手は坂本悟とパクスペーラのゆりかとひなでした。また来週。坂本悟一人の時間、この番組は泉南早々に15店舗フレスコ菊池の提供でお送りしました。